異界の戦いはさらに。馬隊が窮地に陥っている。急ぎ救援せねば。なら俺が出るのが最善です。迅速さにおいて右に出る者はいない。いえ、恐縮ですが一番槍は私にお任せください。おいおい、一番槍といや福島正則だろ。さあ、馬隊は俺が速攻で作ってやるぜ。打ち取りました。馬隊、待っていてくれ。すぐに助けに行くぞ。そうな連中だ。早く馬隊を救わねばならんというのに。放っておくと本陣が危険ですね。賊を撃破してから救援に向かいましょう。敵は全部ぶっ倒してやったぜ。学生、てめえもいい速攻だまし持ってんじゃねえか。お褒めにあずかり光栄です。これで馬隊殿の救援に向かえますね。よし、敵を一掃できたな。直政殿、素晴らしい活躍だったぞ。馬長殿こそお見事です。褒め合いはこれぐらいにして、馬隊殿の救援を。見事、お前らしい。馬隊殿のところまであと少し。このまま駆け抜けましょう。突っ走ってんな、学生。くぅ、俺も全力でぶっ込むぜ。救援を。ゼウスとなった本陣を我らが守る。馬長殿の命を受け救援に参りました。どうやら私たちが一番乗りのようですね。ざっとこんなもんだ。俺と学生、速攻二人組の前に敵はねえ。君たち、バカの知り合いなの？よかった。妙な場所で襲われてもうダメかと思ったよ。みんなが来てくれて助かったけど、こんなにいっぺんに集まっちゃって大丈夫？うまく敵を釣り出せたようだな。伏兵部隊出よ、一気に殲滅するのだ。行くぞ。この敵の数マジやべ。どうすんだこれ。この隙に敵本陣も落としてしまえ。行くぞ。切れるか。耐えるのみ。本陣を救援しないとまずそうだよ。行くぞ。けどこのまま行ったら周りの敵もついてくるね。打ち勝ったぞ。よし、俺が伏兵を引きつけつつ敵本陣に迫る。その隙に他の者は味方本陣に向かってくれ。速やかに本陣を救援し、南から敵本陣をつく。そうすれば強撃の形を取れるか。最善だ。とにかく本陣の救援に向かいましょう。仲間たちの思い無駄にはできません。さあ、敵引き連れて本陣へ殴り込みだ。ここが男福島の行く手間だぜ。さあ、本陣に急がないとね。行くぞ。助けられた恩返しちゃうよ。でや、一緒に道極めてみたいぜ。今日はもう勘弁してやる。なんと圧倒的な力だ。今日はもう勘弁してやる。なんという屈辱。
さあ、かき乱してやろう。さすが、見事な働きだ。お前の戦は、俺の闘志を燃え立たせるな。直政殿は素晴らしい方です。しかし、一番槍を譲るわけにはいきません。俺も譲るつもりはありませんが、学神殿。それに、好敵手はもう間に合ってますか。金馬城の一角で超甘える。俺あんたと一緒でよかったぜ、マジで。それは俺のセリフだ、正則。熱いお前と一緒ならどこまでもかけられる。柊太殿、影勝殿、ご無事ですか。ずいぶん早いな。助かった、レオユ。礼など無用です。俺が招いた危機、俺の手で打破せねば。本陣が安全となった今、敵大将を撃つのが最善。南から攻め、仲間と力を合わせて攻撃する。いよいよ敵大将に突撃ですね。皆で協力すれば必ず勝てます。よし、敵の本陣へ向かおう。仲間もきっと信じて待ってるはずだよ。決起盛んだ。うむ、ならば我らは冷静な刃とならん。座毛騎水産、終わらせます。我が槍で敵陣を貫かん。オラオラオラ、大将出しやれ。ガキの殴り込みだ。直政殿だっけ。君が一番槍にこだわっているのはどうして。俺が最前線を担う。それは主にとっての最善につながるからです。とっても主思いなんだね。でも君自身のことも大事にしなきゃダメだよ。学神殿は随分一番槍にこだわってるね。何か理由があるの。最前線で戦い、私自身と兵の恐れを払う。それぐらいしか能がありませんから。そんなことはないと思うけど。謙虚も度が過ぎると大変だね。さあ、かき乱してやろう。見事だ、お前らしい。反省点の多い戦だった。これを糧に俺はさらに精進せねば。一番槍だけでは戦は成り立たない。後方支援と仲間の大切さを学びました。これでもう安心だね。仲間が無事で本当によかったよ。みんな助かったよ。うまくいきましたね。